今日は第3土曜日ということでトミカのね、通常品の発売日なんですが、皆さん買われましたかね。今回は2車種ですね。ダイハツロッキーとマツダ3ですね。で、ダイハツロッキーには初回特別仕様があるんですけど、これ2箱並んでるんですけど、別に転売用とか保管品ではなくて、近所のねドンキが一番安いんですけど、これね3つで9908円だか9円だかなんですよね。なんですが初回特別仕様がよく入らないことが多かったんで、初回特別仕様だけ一つね、別のお店で朝一買いに行って、まあ、定価で買ったんですけどね。でお昼ぐらいからだいたい入るんで、お昼ぐらいにドンキ行ったら入ってて、初回特別仕様もんで、まあどうせなら3つ買っちゃえということで1個ダブっちゃったんですけど、まあ保管とかね私しないんで、保管とかっていうか保管品とかでね取っとかないんで、もしよろしければね、欲しい方いらっしゃったらプレゼントしようかなと思います。まあ応募方法はね動画の終わりの方で発表したいと思いますので、いやらしいやり方ですが、はい、で今回ねどれも魅力的な車種のね選択、まあセレクトがねどれも魅力的なんで、どちらもね今日はねダイハツロッキーを開封しようかなと思います。で明日の動画でマツダ3こちらね開封しようかなと思いますんで、まずはダイハツロッキー開けていこう。でこちらが初回特別仕様ですね。おー素晴らしいね。いやーすげえな最近のトミカ。こんな感じで担保も決まってますし、塗装もね全然はみ出しなんかもないですしね、すごいよね。ヘッドライトはクリアパーツですね。豪華だね。でどこも開くとこなくてサスペンションだけですね。こちらと赤っていうかオレンジっぽいカラーがノミネートされております。こちらも素晴らしい。こう細かいところっていうかね、ダクト部分なんかのね塗装がこちらの方がね、分かりやすいかなと思います。こちらちょっと全体的に暗い色になっちゃうんでね、はい、素晴らしいね。この辺の表現なんかすごいよね。ちょっと塗ってあげるだけでまた全然違うと思うんですよね。いや素晴らしい、本当いいね。通常カラーの方がいい感じかな、もしかして。まあ初回特別仕様買えなかった方も通常バージョンこちら買ってみるのもいいかもしれないですね。いや素晴らしい。こちらもサスペンションだけですね。で、ダイハツロッキー、まあ、ぐるぐる回しながら買って話そうかなと思うんですけど、ダイハツロッキーって昔あったんですよね。でこれ2代目みたいな扱いなんですけど、2代目として開発されたわけじゃなくて、どうも、昔あったダイハツロッキーとコンセプトが似通ってるんで同じ名前にしちゃったよっていうことらしいです、はい、で、トヨタに OEM で出してて、でそちらはライズ、トヨタライズっていう名前でね、顔周りなんか結構違うんですよね。分かりやすいところで言えばっていう感じで出してるんですが、これね、このロッキーが出る前にトヨタでヤリスが出たんですよね。昔のビッツですね、が出たんですけど、新型がね、それ似てんじゃんみたいな感じになったらしいですね。でトヨタに散々、こちらのダイハツロッキーのね図面見せてるんで、もしかしたらなっていうこともあるかもしれないですね。でなんだっけ、インタビューかなんか読んだらダイハツロッキーのね開発者の人がヤリス見て似てんじゃんと思ったらしいんで、多分似てるんでしょうね。でヤリスといえば、まあ GR だけど、こちら先月かな出てるんですよね、トミカでも。で縮尺同じ61分の1なんで、ちょっとオレンジ系で比べてみようか。赤で、まあ確かにね、似てるね、横から見ると。ああ、似てるね。かなり似てますね。サイズ的にも
あのスケール一緒なんで比べてみるとほぼほぼ一緒なんですよね。高さはどうだろう。高さはちょっとデザイン上やっぱりロッキーのがちょっと高いかなっていうぐらいで、ほぼほぼサイズ感一緒ですからね。ちょっと顔周り違うんですけどね、横から見ると結構似てるよね。まあ同じようなデザインになっちゃったっていうことかな。はい、ということにしておきましょう。やっぱこの辺の表現がやっぱすごいよね、トミカ最近の。わかるかなっていう感じでした。ロッキー、あのなんだ、サンプル写真見た時からねすごくいいなと思ってたんで手に入れられてよかったですね。で、先ほど申し上げたようにこちら一箱余ってるんですね、初回特別仕様。こちらね、プレゼントさせていただきたいと思いますので、もしよろしければね、そうだね、応募方法としてはチャンネル登録とグッドボタン押していただいて、コメント欄に、プレゼント希望って一言書いていただけると助かります。で、なんだ、どうしようかな。ツイッターやられてる方はね、直接あのご連絡差し上げたいと思いますので、ツイッターの ID も、添えてね、書き込みいただけると嬉しいです。そんなにね、あの応募ないと思うんで、当たる確率非常に高いと思いますよ。というわけで、トミカのね、11月の新車ダイハツロッキーだったわけですが、本当にね、最近のねトミカ素晴らしいので、あの作りがね出来がいいので、よかったらね買ってみてください。で、初回特別仕様買えなかったよっていう方もしいらっしゃったら、あのプレゼント応募してみてください。はい、という感じでした。明日はね、同時発売だとマツダ3をね取り上げたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録してまた見てやってください。では今回は以上です。ありがとうございました。